Kagoshima Ben no Chikara。 はい、どうもやっとさ。今日は特攻を考えたとされ、特攻の父ですとか海の親と言われている大西滝次郎について紹介します。鹿児島は治安をはじめ多くの特攻基地がありましたが、鹿児島の軍人たちともこの大西は逸話が多く残っています。大西滝次郎は日本の海軍軍人、海兵40機、新風特別攻撃隊の創始者の一人、終戦時に自決、大衆階級は海軍中将。はい、特攻を生み出した特攻の父として知られる彼ですが、戦後その評価は二分しています。ものすごく豪快でアイデアマンで貴重な逸材であったという評価と、実際はすごく臆病で能力としてもそれほどではなく異質であっただけというマイナスの評価です。はい、そのマイナスの評価が決定的となったのが、特攻の最高指揮官として臨んだフィリピン戦線における大西の行動にあります。戦局が大きく劣勢となり、アメリカの大軍がフィリピンにも迫る中、有名な訓示をしました。勇敢に最後の一兵になろうとも戦い抜こうというとても勇ましいものでした。しかしその直後、何を思ったのか彼はフィリピンを脱出して台湾へと逃れてしまいます。上官の命令に従っただけということですが、本当に不可解です。さあ、ここで怒りの抗議をしたのが鹿児島県出身の特攻隊員、佐田直弘大佐です。佐田の姓は知覧島津の系譜なので、彼はおそらく南九州市の出身なのかもしれません。最高指揮官である大西を直接にいさめています。相当の勇気がいったと思います。はい、この話は後で詳しく出てきますが、佐田大佐の内心を私が鹿児島弁で代弁すると、総指揮官たる者が真っ先に逃げるなんどち、そげなことでいけんすかっていうことですよ。この佐田大佐の進言に大西はぶち切れて、顔を引っぱたいた上に殴りつけています。はい、そしてさらにもう一人、鹿児島県出身の有名なエースパイロットで特攻隊員の H 氏も大西の行動に憤慨したという有名なお話が残っています。その言葉を鹿児島弁に直すと、おいは大西をと、本当に公然とこのように怒り狂っていたそうです。若い者を特攻で死なせておいて、お偉いさんの自分たちは真っ先に逃げ出すなんて行動が許せなかったと、後のインタビューで語ってらっしゃいます。はい、それではここから戦後評価が二分しているこの大西滝次郎について、その生涯について、自決までをここから朗読して紹介していきます。はい、大西滝次郎生涯。1891年6月2日、兵庫県東郡足田村、現丹波市青垣町の生地主、父大西亀吉と母宇多の次男として生まれる。旧制柏原中学校在学中、日本海海戦勝利の時期であり、中学の先輩から聞かされた広瀬武雄中佐を熱心に崇拝した。1909年、海軍兵学校40期に20番の成績で入学し、兵学校では名物の棒倒し競技で、同期の山口多門と毎年大暴れして抜群の棒倒し男と目された。剣道は兵学校で最高の1級、柔道も最上位であった。寄宿舎の寮長も務め、秩序を乱す者がいれば、その者を布団で巣巻きにして、2階の窓から下に落とすような荒事もやっていたので、大西には誰も手出しをすることがなくなり、喧嘩滝兵衛ともあだ名されていた。学業も優秀であり、1912年7月17日、105人中20番の成績で卒業した。1928年2月21日、結婚。佐世保海軍工廠人事部長、井上四郎中佐、後少将の仲介による松見義子との見合い結婚であり、お見合いは佐世保の海軍御用達の料亭であった万象楼で行われたが、まだ結婚を考えていない大西は、破談にしようと当日大酒を飲んで泥酔した上に、ふんどし姿で芸者を連れて見合いの席に現れ、踊ったり、卑猥な言葉を浴びせたりと大暴れ、目の上の負傷をよしこに、軍務上のお怪我ですかと尋ねられた際、先夜上の方から原骨らしきものが降ってきましてなぁと答えたりもした。しかしその姿を見たよしこの母親が、大西の傍若無人で飾り気のない人柄を非常に気に入り、海軍軍人としてあっぱれな振る舞い、
このような豪傑に娘を嫁がせたいとよしこに強く結婚を促し嫁がせた。1928年11月16日、宝生飛行長。1929年11月1日、海軍航空本部教育部員。同年に岐阜市鏡ヶ原飛行場で行われた陸軍飛行船隊の飛行演習を見学。その際に陸軍航空本部員であった菅原道弘少佐と初面談。当時まだ数少なかった航空の専門家であった両者はすっかりと意気投合して、演習の後の慰労会の宴会の席上で互いに会見を開いて大いに語り合ったという。後に菅原と大西はそれぞれ陸海軍で特別攻撃を推進していくことになる。1932年2月1日、第3艦隊参謀。11月15日、加賀副長。航空演習の当日、天候不良でパイロットが帰還する自信がないことから参加を決めかねていたが、大西の、みんな行って死んでこいの激しい一言でパイロットは飛んでいき、面目を施した。大西によれば、人間その気にあってやれないことはない。演習は実戦さながらの訓練であり、もちろん自分の責任で命令した、という。1933年10月20日、佐世保海軍航空隊司令。1934年、民間防空指導の軍事講演で、海軍代表として大西は、民間防空もさることながら、防空の本旨は撤去をして本土上空に侵入させないことにある。それには海軍航空隊の充実が先決的急務と言うべきで、国民はこれを重点に考えてほしいと述べてから、もっともいくら航空隊を充実しても敵機をすべて撃ち取ることは不可能だから、侵入機に対する民間防空は必要だと付け加えた。演習とその実績で勅令を交付していた陸軍は、大西が民間防空を軽視したとして、久留米師団から佐世保鎮守府に抗議文を送り、陸軍省内でも問題化しようという声が出た。海軍は大西の諸説は真実であるが、表現が率直すぎたとした。1934年11月15日、横須賀海軍航空隊副長兼教頭。この頃より大西は、第一航空隊司令官山本五十六少将や、横須賀航空隊分隊長源田実平と、かつてからの持論であった航空守兵戦艦無用論に向けての主張を強めている。1935年戦艦大和武蔵の建造に関し、海軍航空本部長となっていた山本が、大和型戦艦の設計担当の平賀守造船中将と福田啓二造船少将に対して反対の意見を述べたのと同様に、同じ航空守兵論者の大西も、一方廃止、5万トン以下にすれば空母が3つ作れると主張した。また、福留茂軍令部課長に対し、大和一つの建造費で1000機の戦闘機ができると主張して、今すぐ建造を中止するように要望した。また大西は、大型機論、戦闘機無用論を支持していた。1935年、横須賀航空隊副長兼教頭だった大西は、横空研究会で、戦闘機より有速の双発陸上攻撃機の完成が近いこと、戦闘機は単航続力で海上航空能力も小さいため、空母での使用制限があることから、戦闘機無用論を唱えて、横空の戦闘機関係者を論破した。また、援護戦闘機も不要と主張していた。1943年6月29日、城栄一郎大佐から敵艦船に対し特攻を行う特殊航空隊編成の構想が大西に上申された。その際大西は、意見は了解したがまだその時期ではないと答えた。しかし、日本軍がマリアナ沖海戦に敗れると、再び城は大西に特攻隊編成を電報で意見具申した。また、岡村元春大佐からも大西に特攻機の開発、特攻隊編成の要望があった。252空船木忠雄司令も、体当たり攻撃以外空母への有効な攻撃はないと大西に訴えた。桑原虎尾中将によれば、大西は岡村大佐らの検索を指示し、島田軍令部総長に、ぜひとも採用しなさいと進言していたが、軍令部はなかなか採用しなかったという。大西もこの頃、
なんとか意義のある戦いをさせてやりたい。それには体当たりしかない。もう体当たりでなければいけない、と周囲に語っていた。1944年7月1日、航空兵器総務局で作成した航空機生産計画には、増産の重点を戦闘機として、すべて爆走を付すことを決めた。7月19日、新聞の取材に、我に飛行機という武器があり、敵空母を発見したら空母を、B-29 を見つけたら B-29 を、ことごとく体当たりで葬りさればよいのだ。体当たりの決意さえあれば勝利は絶対に我にある。量の総意など問題ではない、と語った。特攻兵器桜花についても賛意を示していた。新風特別攻撃隊編成。1944年10月5日、大西が第一航空艦隊長官に内定した。この人事は特攻開始を希望する大西の意見を認めたものとも言われる。妻には、平時なら嬉しい人事だが、今は容易ならず決意が必要、と語った。大西は軍需局を去る際に、杉山俊和ら局員に、向こうに行ったら必ず特攻やるからお前らも後から来い、と声をかけた。杉山は大西自ら真っ先に体当たりするだろうと直感したという。大西は出発前に、米内光政海軍大臣に、フィリピンを最後にすると特攻を行う決意を伝えて承認を得た。また、及川小四郎軍令部総長に対しての決意を語った。及川は、決して命令はしないように、戦死者の処遇に関しては考慮します。指示はしないが現地の自発的実施には反対しない、と承認した。大西は中央からは何も指示をしないように、と希望した。大西は軍令部で航空部員源田稔中佐に戦力を持っていきたいと相談し、現在その戦力がないことを知らされたが、代わりにゼロ戦150機を準備する約束を取り付けた。源田によれば大西はその時も場合によっては特攻を行うという決意を話したという。大西は足立技術大佐に対し、これからはあんまり上等な飛行機はいらんから簡単なやつを作っておけと話した。大西中将は特攻の戦果発表に関心を持っており、長官に内定した1944年10月5日、海軍報道班員に、特攻隊の活躍ぶりを内地に報道してほしい、よろしく頼む、と依頼していた。また、フィリピンへ出発する前に、もし特攻を行った場合の発表方法について中央とも打ち合わせをした。大西は帰宅すると、義母に、子守歌を歌ってください、と頼んだ。義母は、おえつがこみ上げてきて中途から泣き出した。妻よしえが歌うかと言うと、大西は、年下の者に子守歌なんか歌ってもらえるか、自分で歌うかと歌い出した。一高官長官内定について大西は義母に、普段ならかたじけないほどの栄転だが、今日の時点では陛下から三宝の上にくすんくぶを乗せて渡されたようなものだよ、と語った。1944年10月9日、フィリピンに向け出発。沖縄に敵機動部隊が集中していることを聞き、上海を経由し11日、台湾高雄に到着。第二航空艦隊長官福留茂と会談。その後、新築で航空船の様子を見て、忠武雄中将に、これでは体当たり以外方法がない、と話し、連合艦隊司令長官豊田添務大将に対しても、単独飛行がやっとの練度の現状では、被害に見合う戦果を期待できない。体当たり攻撃しかない。しかし、命令ではなく、そういった空気にならなければ実行できない、と語った。実戦部隊の最高責任者である連合艦隊長官豊田添務大将が大西の意見に反対しなかったということは、黙認を意味している。フィリピンに到着後、大西と交代予定の一高官長官寺岡金平中将に、基地航空部隊は当面の任務は敵空母甲板の撃破とし、発着艦能力を奪い、水上部隊を突入させる。普通の戦法では間に合わない。心を鬼にする必要がある。必死志願者はあらかじめ生命を大本営に報告し、心構えを厳粛にし落ち着かせる必要がある。指令を介さず若鷲に呼びかけるか、いや、指令を通じた方が後々のためによかろう。まず、
戦闘隊有志で編成すれば他の隊も自然にこれに続くだろう。水上部隊もその気持ちになるだろう。海軍全体がこの域で行けば陸軍も続いてくるだろうと語り、必死必中の体当たり戦法しか国を救う方法はないと結論して、寺岡から同意を得て一任された。1944年10月19日、大西はマニラ艦隊司令部にクラーク基地の761空の司令前田高成大佐、飛行長庄司八郎少佐とマバラカット基地の201空の司令山本栄中佐、飛行長中島忠少佐を呼び出し、特攻の相談をすることにした。761空は相談できたが、201空は到着が遅れ、大西は自ら出向くことにしたが、すれ違いとなり会うことはなかった。そのため小田原参謀長が代わりに山本司令に会って特攻決行の同意を得ることになった。1944年10月19日、大西中将は夕刻マバラカット飛行場第201海軍航空隊本部で、201空副長玉井朝和中佐、1交換主席参謀井ノ口力平中佐、26航空戦隊参謀吉岡忠和中佐らを招集し会議を開いた。大西は米軍空母を1週間ぐらい使用不能にし、小1号作戦を成功させるためゼロ戦に250キロ爆弾を抱かせて体当たりをやるほかに確実な攻撃法はないと思うがどうだろうと提案した。山本司令が不在だったため、玉井副長は自分だけでは決められないと答えた。大西は山本司令から同意を得ていることを伝え、決行するかは玉井に一任した。玉井は時間をもらい、飛行隊長の指宿正信隊、横山武雄隊らと相談して、体当たり攻撃の決意を大西に伝えた。玉井はその際、編成に関しては航空隊側に一任してほしいと要望して、大西はそれを許可した。井ノ口力平参謀が、新風特別攻撃隊の名前を提案し、玉井も、神風を起こさなければならないと同意して、大西がそれを認めた。また、大西は各隊に元織宣長の歌、四季島の大和心を人問わば、朝日に似よう山桜花から、四季島隊、大和隊、朝日隊、山桜隊と命名した。1944年10月20日、第一航空艦隊司令長官着任。副官を務めた門司親則は、大西に厳しさに満ちた中にも直感的に親しみを感じたという。20日、大西によって新風特別攻撃隊の隊名を付され、編成なども発表された。大西は四季島隊へ、日本は今危機であり、この危機を救えるのは若者のみである。従って国民に代わりお願いする。皆はもう神であるから、世俗的な欲望はないだろうが、自分は特攻が条文に達するようにする、と訓示した。新風特攻隊編成命令書を大西、井ノ口力平、門司親則で起案し、連合艦隊、軍令部、海軍省など中央各所に発信した。10月21日、大西は、特攻で空母の甲板撃破の時間的余裕を得るため、南西方面艦隊司令長官、三河軍一中将に協議しに行くが、25日で行動予定を組んでいるため変更は困難と断られる。10月22日、第二航空艦隊長官福留茂中将に、第二航空艦隊も特攻を採用するよう説得するが断られた。第一航空艦隊の特攻戦果が出た25日、第二航空艦隊も特攻採用を決定する。大西は福留に対し、特別攻撃以外に攻撃法がないことはもはや事実によって証明された。この重大時期に基地航空部隊が無意に過ごすことがあれば、全員腹を切ってお詫びしても追いつかぬ。第二航空艦隊としても特別攻撃を決意すべき時だと思う、と説得して、福留の最も心配した搭乗員の指揮問題については確信を持って保証すると断言したため、福留も決心し、第一航空艦隊と第二航空艦隊を統合した連合基地航空隊が編成された。福留が指揮官、大西が参謀長を務めた。大西は第一航空艦隊、第二航空艦隊、721空の飛行隊長以上40名ほどを招集し、大編隊での攻撃は不可能で、少数で敵を抜けて突撃すること、
現在のような戦局ではただ死なすよりは特攻が慈悲であることなどを話し、特攻を指揮した。大西の強引な新風特攻隊拡大に批判的な航空幹部もいたが、大西は今後俺の作戦指導に対する批判は許さん、反対する者は叩き切ると指導した。10月26日夜、海兵同期で親友の多田武雄の子息であり、新風特別攻撃隊第2スザク隊の隊長機に選ばれた多田啓太中尉が大西を訪ねた。妻吉江によれば、多田家とは昔隣同士で、啓太が生まれると実の息子のように可愛がっていたという。啓太は懐かしげに入ってきて、しばらく積もる話をした後、連れ立って長官室を出て、大西は元気にやれよと声をかけ、啓太は別れを告げると一目散に去っていった。八木和夫は、大西は私にこの話をしている間、大目玉に涙をいっぱい溜めていたと語っている。また多田中尉、今より敵艦に突入すという無電が入った時には、実に熱鉄を飲む思いがしたよと大西から聞いたという。後に軍令部次長となって、次官の多田と一緒に仕事をする機会が多くなった大西であったが、多田が啓太のことを聞かないので、ついに口に出せなかったと大西は語り、八木は話を聞きながら、ああ、大西は死んだら自分に代わって多田中尉上に話してくれと言っているんだなと思い、大西が自決した日に駆けつけた多田夫妻にこの話をすると、多田は瞑目し、夫人は泣き崩れたという。10月27日には、大西によって新風特別攻撃隊の編成方法、命名方法、発表方針などが軍令部、海軍省、航空本部など中央に通達された。大西は特攻隊員の心構えを厳粛にするため特別待遇を禁じ、他の勝手な特攻も禁じた。井ノ口力平によれば、27日特攻隊を見送った大西は、上が言っていたが現場で決心がついた。こんなことをしなければならないのは、日本の作戦指導がいかにまずいかを表している、高卒の下道だよと語った。レイテに敵が上陸し一段落したので特攻をやめるかと井ノ口力平に質問された大西は、いや、こんな奇数や技量では戦闘をやっても、この若い人々はいたずらに敵の餌食になってしまうばかりだ。部下をして死にどころを得さしめるのは首相として大事なことだ。だから自分はこれを大愛と信ずる。小さい愛に肯定せず、自分はこの際続けてやる、と語った。同じ頃、大西は多合作戦で輸送艦隊の脅威となっているコストル水道のアメリカ軍飛行艇と PT ボート基地の攻撃を、PT ボート攻撃で戦果を上げていた第153海軍航空隊戦闘901飛行隊の見延忠少佐に命じ、その攻撃手段として特攻を打診しているが、見延から特攻以外の方法で長官の意図に添えるならばその方が優れているわけです、私はそれに全力を尽くすべきと思います、第一特攻には指揮官はいりません、私は指揮官として自分の方法を持っています、私は部隊の兵の使い方は長官のご指示を受けません、と反論されている。今後俺の作戦指導に対する批判は許さん、反対する者は叩き切ると第一航空艦隊幹部に徹底していた大西であったが、この見延の反論に対して怒りを見せることもなく、それだけの抱負と気概を持った指揮官があったか、よし、その特攻は中止して全て君に任せる、と意見を認めている。見延は大西が特攻は無語い、しかし方法に他に方法があるか、若い者に頼るほかない、これは私の信念だ、特攻は続けるとつぶやいたのを聞いたという。後に見延は本土に帰って、通常攻撃が主体の夜間戦闘機部隊不要部隊を指揮することとなるが、大西はその編成を支援している。11月16日福留茂中将が特攻の必要と増援の意見具申伝を発する。大河内伝七中将も同志だとして大西を上京させて説明すると打電。11月18日大西は井ノ口力平を伴い日吉の連合艦隊司令部で豊田総務に状況報告をし、軍令部で及川小四郎軍令部総長に改めて趣旨を説明し、増勢しつつ現兵力でレイテ作戦の対機動部隊作戦を続行し、別の新攻略作戦に重当兵力が欲しいと要望した。練習航空隊から200機は抽出できると見積もり、
敵来航時に備え北部台湾に待機させる。ここ 1,2 週間が重大な時期と述べた。軍令部と海軍省の協議で練習航空隊からゼロ戦隊150機の抽出が決定された。1945年1月、体当たり攻撃は無駄ではないか、中止してはどうかという質問に大西は、この現状では餌食になるばかり、部下に死にどころを得させたい。特攻隊は国が敗れる時に発する民族の消化、白虎隊だよ、と答えている。同月にはついにダグラス・マッカーサー大将自ら指揮する連合軍大艦隊が大西らが率いるルソン島に侵攻してきた。1月6日には日本軍は陸海軍ともに熟練した教官級から未熟の練習生に至るまでの搭乗員が稼働状態にある航空機のほぼ全機に乗り込んで、臨河沿岸に侵入してきた連合軍艦隊を攻撃した。大規模な特攻を予想していた連合軍は、全空母の艦載機やレイテ島、ミンドロ島に進出した陸軍機もすべて投入して、入念にルソン島内から台湾に至るまでの日本軍飛行場を爆撃し、上陸時には大量の戦闘機で日本軍飛行場上空を制圧したが、日本軍は特攻機を林の中などに隠し、夜間に修理した狭い滑走路や時には遊歩道からも特攻機を出撃させた。そのため圧倒的に制空権を確保していた連合軍であったが、特攻機が上陸艦隊に殺到するのを抑止することができなかった。この日の戦果は、駆逐艦1隻撃沈、戦艦4隻、巡洋艦5隻、駆逐艦5隻撃破と、特攻開始してからの最大の戦果となった。日本軍は陸海軍ともにこの攻撃でほぼ航空機を使い果たしてしまい、この後は散発的な攻撃しかできなくなった。フィリピンの戦いにおいては陸軍もバンダ隊などの特攻機を出撃させているが、大西は第4航空軍の司令官富永恭司中将とは連携を取りながら作戦を展開していた。富永も海軍に対しては協力を惜しむことはなく、大西が海軍には性能のいい偵察機がなく戦果確認に苦労しているので陸軍への協力を富永に直々に要請しているが、富永は陸海軍の連携を重んじて大西の要請を快諾し、この後陸軍の百式司令部偵察機が海軍特攻の戦果確認協力を行うなど、一般的には仲が悪かったと言われている日本陸海軍であったが、フィリピンの航空部隊に関しては大西と富永の人間関係もあって良好な関係であった。フィリピン戦で海軍は特攻機333機を投入し、420名の搭乗員を失い、陸軍は210機を特攻に投入し251名の搭乗員を失ったが、挙げた戦果も大きく、連合軍はフィリピン戦で特攻により22隻の艇艦が沈められ110隻が撃破された。これは日本軍の通常攻撃を含めた航空部隊による全戦果の中で沈没艦で 67%、 撃破艦では 81% を占めており、特攻は相対的に少ない戦力の消耗で極めて大きな戦果を上げたことは明白であった。特攻で大損害を被った連合軍の中では、日本軍がフィリピンにあと100機の特攻機を保有していたら連合軍の侵攻を何ヶ月か遅らせることができたという評価もある。台湾への転進。1月6日夜、大西はクラーク地区の全航空部隊の指揮官に対し、この上はクラーク西方山岳地帯に移動し、地上作戦を果敢に実施し、最後の一兵まで戦い抜かん、と訓示した。航空機を消耗し尽くした大西ら第一航空艦隊司令部は、連合軍地上部隊を迎え撃つための陸戦部隊化について協議していたが、連合艦隊より第一航空艦隊は台湾に転進せよ、との命令が届いた。躊躇する大西に井ノ口ら参謀が、とにかく大西その人を生かしておいて仕事をさせようというところに狙いがあると思われますと説得したのに対して、大西は私が帰ったところでもかつては私にはないよと言った。第26航空戦隊司令官杉本中尉少将から、あとは引き受けましたから長官は命令に従ってくださいと言われた大西は台湾を出る決意をした。1月10日大西らはクラーク那珂飛行場から台湾へ一式陸上攻撃機で脱出した。この時鹿児島県出身763空司令佐田直弘大佐は大西の脱出に抗議した。
221空飛行長相生高秀少佐が当時現地で聞いた話では、沙汰が昨夜の訓示では長官も山にこもって陣頭指揮されるものとばかり思っておりました。総指揮官たる者がこのような行動を取られることは指揮統率上誠に残念ですと抗議すると、大西が何を生意気言うなと沙汰に平手打ちしたという。一方、副官の文字によると、出発直前の大西が沙汰を呼びつけ、大西と向かい合った沙汰が何を言ったのか文字には聞き取れなかったが、大西はそんなことで戦ができるかと沙汰を殴りつけ、沙汰はわかりましたと言い、大西は沙汰の顔を少し見てから滑走路に向かったという。残留部隊指揮官の一人でもある相生少佐は、中央の指示での撤退といっても大西長官の決断でどのようにでもなったと思われ、このような切迫した戦況の時こそ指揮官の決断の時であり、その身体はその人の生涯の評価を左右するものと述べ、また沙汰大佐の胸中は多くの特攻を行った地で最後まで指揮を取るのが特攻隊に責任を果たす道であり、英霊を慰めるゆえんではないかという思いが去来し、大西ともあろう方がどうしてこのような行動を取るのか、今までの全幅の信頼が裏切られたような失望と何かを本意させようとする心情とが交錯してたまらなかったのであろうと述べている。大西らは夜明け前には無事に台湾高雄飛行場に到着したが、その10分後にはアメリカ軍艦載機多数が来襲して高雄基地に激しい空襲があり、もしくは大西らの航空機を敵の空襲と間違えた味方の機銃射撃を受け、後に大西はあの時撃ち落とされていたら今頃こんな苦労をしなくてよかったのになぁとよく述べていた。残った兵士らは26高専司令官杉本少将の指揮下でクラーク地区防衛部隊を編成し、地上戦を戦ったが、大西は残してきた兵士らを常に気にしており、台湾に転進後も常々、いつか俺は落下山でクラーク山中に降下し、杉本司令官以下みんなを見舞ってくるよ、と幕僚らに話していた。台湾に転進しても、第一航空艦隊は特攻を継続し、残存兵力と台湾方面航空隊のわずかな兵力により、1945年1月18日に、新風特攻隊新高隊が編成された。台南海軍航空隊の中庭で開催された命名式で、大西はこの新風特別攻撃隊が出て万一負けたとしても日本は亡国にはならない、これが出ないで負けたら真の亡国になると訓示したが、幕僚らは負けてもという表現を不思議に感じた。この訓示を聞いていた中島は、戦後になってからこの時点で大西は目先の戦争の勝敗ではなく、敗戦した場合の日本の悠久性を考えていたのだろうと気がついたという。大西はこの頃から沈黙の時間が長くなった代わりに死について語ることが多くなった。ある日、イタリアの戦犯のニュースの話題になった時、大西は俺なんか生きておったならば公主刑だな、真珠湾攻撃に参画し特攻を出して若い者を死なせ悪いことばかりしてきたと幕僚たちに述べている。フィリピンでは協力関係にあった陸軍の第4航空軍司令部が大本営などの承認もなくフィリピンから台湾に撤退しており、非難されていた。司令官の富永は置き去りにしてきた将兵を少しでも救出しようと大西に海軍艦艇の利用を要請してきたが、大西はこれを快諾している。艦隻の駆逐艦が置き去りとなっていた陸海軍の将兵を救出するため台湾を出航したが、ルソン島に向け航行中に梅が空襲により撃沈され、残り2隻も引き返した。海上での救出は困難と考えた海軍は潜水艦を出すこととし、8隻のロゴー潜水艦を準備したが、作戦を察知したアメリカ軍の潜水艦バッドフィッシュに待ち伏せされ、ロ112とロ113が撃沈されてルソン島に到着し、陸海軍の将兵の救出に成功したのはロ46のみであった。それでも航空機のピストン輸送とロ46に救出された将兵は相当数に上り、日本軍航空史上では未曾有の大救出作戦となった。1945年4月、大西が台湾から東京に帰ってきた時、自宅が空襲で焼失し、防空壕に避難していた妻吉江を訪ねたが、大西の来訪を知って多くの近所の人たちが集まってきて、ご無事で何よりでしたなどと声をかけてきた。大西は持っていた氷砂糖を集まった近所の人たちに配りながら、
私は軍人としてシナ大陸ほか外地を攻撃し、爆弾を落として建物を焼いてきました。ですから敵の空襲を受けてご覧の通り、自分の家を焼かれるのは当然であります。しかし皆さんは何もしないのに長年住み慣れた家を焼かれておしまいになった。これは私ども軍人の責任であります。本当に申し訳ありません、と深々と頭を下げている。大西はこの言葉通り明確に軍人と民衆を分けて考えていたが、この軍人という意識はこの後さらに強化されて降伏の流れとなった時、若い特攻隊員が死んでいったのに我々はまだ力を出し切っていないという考えに至り、これが本土徹底抗戦論の原点になったという指摘もある。大西は東京に帰ってきてから妻吉江と一緒に暮らすことはなかった。児玉の配下の吉田彦太郎が週に一度は奥様の手料理を食べてはどうですかと尋ねたところ、大西は目に涙を浮かべながら、そんなこと言ってくれるな君、家庭料理どころか特攻隊員は家庭生活も知らないで死んでいったんだよ、と言って拒んでいる。妻吉江も大西の身辺の整理を案じて、私も一緒に感謝に住みましょうかと尋ねたことがあったが、大西は軍人でない家の人も焼け出されて親子散り散りになって暮らしているじゃないか、ましてこの俺に妻と共に住むようなことができるかと断っている。この後も妻吉江は軍令部次長官舎で帰居する大西と同居することはなく、防空壕生活から大西が懇意であった児玉の家に世話になり、終戦時には東宝映画株式会社常務取締役増谷凛の家に居住していた。終戦が間近になった頃、大西は妻吉江に、戦国時代にはどこの領主も自ら出陣して陣頭に立っておるよ、日露戦争の時も明治大帝は広島の大本営もお出ましになり親しく戦局を見備わされている、それが今今上陛下は女官に囲まれて今日なお家庭的な生活を営まれている、ここのところは一つ陛下ご自身にお出ましになってもらわんと困るのだがなぁと漏らしている。大西は昭和天皇が皇居の外の大本営で陣頭指揮を取るべきと考えており、戦死した特攻隊員に対する責任感から国をもって倒れる精神を持って天皇もろとも日本民族が降伏せずに死ぬまで戦うべきと考えていたとする意見もある。大西は豊田添右軍令部総長を支えて戦争継続を会議で訴えた。大西は軍令部で会議を開き、御前会議をなるべく引き延ばし和平派を説得する工作を立てた。その計画では大西は高松宮信人親王海軍大佐に会い、米内光政海軍大臣の説得を依頼、土井和夫中佐は長野治美元帥を、富岡貞俊第一部長は及川小四郎大将を、大前俊一第一課長は野村直国大将と近藤信武大将を説得するよう割り当てを決めた。8月9日、最高戦争指導会議に現れて徹底抗戦を訴える。12日、豊田が陸軍の梅津参謀総長とともにポツダム宣言自宅反対を奏上すると、米内海軍大臣は豊田と大西を呼び出した。米内は今まで見たことがないような憤怒の表情で、軍令部の行動はなっておらない、意見があるなら大臣に直接申し出てきたらよいではないか、最高戦争指導会議に招かれもせぬのに不謹慎な態度で入ってくるなんていうことは実にみっともない、そんなことはやめろ、と激しく叱責し、豊田は硬直したかのような不動の姿勢で聞き、大西は首をうなだれて涙を流して詫びた。米内に厳しく叱責された豊田と大西であったが、その後も終戦引き延ばし工作に奔走して8月13日、御前会議出席前の外務大臣東郷重則を引き止めると、大西は我々は戦争に勝つための方策を陛下に想定して終戦のご決定を考え直してくださるようにお願いしなければなりません、我々が特攻で2000万人の命を犠牲にする覚悟を決めるならば勝利は我々のものとなるはずです、と主張したが、東郷は我々が真に勝利を得る何らかの希望があるのならば誰もポツダム宣言を自宅することを瞬時も考えないであろう、と否定している。その後も大西は諦めず、内閣書記官長迫水久常のもとにも現れ、私たち軍人はこの 4,5 年間全力を尽くして戦ったように思いますが、昨日あたりから今日にかけての真剣さに比べればまだ甘かったようです、
この気持ちでなお1ヶ月間戦を続ければきっといい知恵が浮かぶと思うんです。戦争を続けるための方法を何か見つけることはできませんか?と訴えた。大西は御前会議が行われている宮中の防空壕にも出向き、部屋の外から、陛下、お願いでございます。我々海軍は至っておりませなんだ。まだ頭の使い方が足りませんでした。あと5、6ヶ月、ご猶予を願えませんか。海軍は新しい考えを出すでありましょう。お願いでございます。と何度も呼びかけている。大西の訴えむなしく、ポツダム宣言受託の正談は下った。昭和天皇や重臣らは部屋を出て行ったが、大西はいつまでも椅子に座っており、米内が肩を叩いても小さくうなずいただけであった。その後、小玉の元を訪れ、しばらく小玉に御前会議の話をしてから、軍令部次長の官舎に帰ったが、小玉は大西の宗家だった表情を見て、死ぬ気だな、と感じたという。その後、八木和夫宅を訪れ、特攻開始以降自重していた酒を酌み交わしたが、八木が大西の決意を感じて、思いとどまるよう説得したのに対して大西は、俺はあんなにも多くの青年を死なせてしまった。俺のような奴は無限地獄に落ちるべきだが、地獄の方が入れてはくれんだろうな、と答えている。1945年昭和20年8月15日、玉音放送が流れた。大西は海軍省の中庭で、米内や豊田以下、海軍中枢部と一緒に並んで玉音放送を聞いたが、大西の隣にいた高木宗吉少将は、大西のただならぬ決意を感じている。自決。1945年8月16日、渋谷南平台町の官舎にて大西は遺書を残し、解釈なしで割腹自決した。午前2時から3時ごろ腹を十字に切り、首と胸を刺したが生きていた。官舎の使用人が発見し、ただ武雄次官が軍医を連れて、前田副官、小玉敏夫も急行した。熱海にいた八木和夫も駆けつけたが昼過ぎになった。大西は軍医に、生きるようにはしてくれるな、と言い、小玉に、貴様がくれた刀が切れぬばかりにまた会えた。すべてはその遺書に書いてある。厚木の小僧に、軽挙猛動は慎めと大西が言っていたと伝えてくれ、と話した。小玉も自決しようとすると大西は、バカもん、貴様が死んでクソの役に立つか。若いもんは生きるんだよ。生きて新しい日本を作れ、と諌めた。解釈と延命処置を拒み続けたまま、同日夕刻、死去。享年55。終戦の混乱で海軍からは、霊柩車はおろか、棺桶の手配すらなく、歩兵が庭の木を伐採して、棺桶を自作した。霊柩車は結局手配できず、火葬場には借りてきたトラックで運ぶこととなった。大西は花が好きであったが、手向ける花すらなかったので、ただの、妻女が火葬場の道中で見かけた凶竹刀の花を摘んで大西に手向けた。火葬場に近づくと、厚木方向から飛んできたゼロ戦が低空で突っ込んできて、トラックの上で挨拶するかのように翼を振ってどこかに飛び去っていった。遺書は5通あったとされる。特攻隊の英霊に申すで始まる遺書は、自らの死をもって旧部下の英霊とその遺族に謝すとし、また一般青少年に対して軽挙猛動を慎み、日本の復興発展に尽くすよう諭した内容であった。別紙には富岡貞俊軍令部第一部長に宛てた添え書きがあり、青年将兵指導上の一助ともならばご利用ありたしとあった。妻吉江に対する遺書には、すべて吉江の初心に一任すること、安逸をむさぼらず世のため人のため天寿を全うすること、本家とは親睦保持すること。ただし必ずしも大西の家系から後継者を入れる必要はないこと。最後には、これでよし、100万年の借り値かな、と自制の句があった。他に、ただ、小玉、八木に対しても遺書があった。また、自制の句として友人、増谷凛に宛て、すがすがし、暴風の後、月清し、と読んだ。特攻隊員の戦死者名簿には大西の名も刻まれた。人物。八木和夫は1952年横浜市鶴見総持寺で大西の墓の建立式が行われた時に、大西という男はバカな男でした。豊田添務大将は東京裁判の法廷で、大西の徹底抗戦論は部内の不満分子を抑えるために許したのですと言っている。誠にそれに踊らされた大西はバカです。
高木宗吉少将は大西を愚将だと言いましたが、彼は全く貴重な愚直さを持っていました。彼を軍令部という金魚鉢に入れたのは、鉢の中にナマズを入れたようなものです。なぜなら大西という男は、たとえ日本が勝っても腹を切るような男だからです、と語った。源田稔大佐は、大西とは1年ほどの同勤であったが、数面に匹敵する意義を持ち、戦術思想、人生観に大きく影響を与えられた。正しいことを正しいと認めることが大切なのであって、何が国のためになるかで考え、無節操と罵られようとも意に介するなという大西から受けた言葉は、人生においてこれほど胸を打つ言葉はなかったという。猪口力平大佐によれば、日中戦争では攻撃機に乗って陣頭指揮を取り、飛行機、飛行船にも乗る。敗戦以前から山本五十六大将に次ぐ日本航空の大立役者として知られる人物であった。大西は腹の据わった押しの強い闘志満々の士と評判であり、常に陣頭に立ち、下から慕われ、また大西も可愛がっていた。知遇に優れた山本五十六と似た気風を持っていた。非常の空論や口先だけの人か、実力があり、腹据わり、信頼を受けるかが好き嫌いの基準であった、という。特攻の思想。大西は新風特別攻撃隊の創始者であるが、新風特攻隊以外も含む特攻の生みの親とする見方については、第一航空艦隊長官になる以前から特攻の支持者であったという認識に支えられているという見方と、それ以前に特攻は中央で研究されているので誤りとする見方がある。新風特攻隊に関しては、中央の研究する特攻とは別物であり、大西から中央に事前報告はあったが、新風特攻隊は大西独自の動きであった。大西は一高官参謀長小田原俊彦少将ら幕僚に、新風特攻隊を創設する理由を次のように説明した。大西は軍事局の要職にいたため、最も日本の戦力を知っており、重油、ガソリンは半年も持たず全ての機能が停止する。もう戦争を終わらせるべきである。講和を結ばなければならないが、戦況も悪く資材もない現状、一刻も早くしなければならないため、一撃、レイテで反撃し、7-3の条件で講和を結び、満州事変の頃まで日本を巻き戻す。フィリピンを最後の戦場とする。特攻を行えば天皇陛下も戦争を止めろとおっしゃるだろう。また、この犠牲の歴史が日本を再興するだろうと言う。大西は特攻は統率の下道と考えていた。また当時の機材や搭乗員の技量で普通の攻撃をやっても敵の餌食になるだけだとして、体当たり攻撃をして大きな効果、戦果を確信して死ぬことができる特攻は大愛、大慈悲であるとも考えていた。大西は特攻が始まる当時、よく青年の純、新風を起こすと筆を振るい、猪口力平によれば、日本を救い得るのは30歳以下の若者である。彼らの体当たりの精神と実行が日本を救う。現実の作戦指導も政治もこれを基礎にするべきである、と語ったという。副官文字近則に、棺を覆うて定まらず100年の後知気を得ないかもしれない、と語ったという。福留茂によれば、大西は日本精神の最後の発露は特攻であり、特攻によって祖国の難を救い得ると確信していたという。戸川幸男、東京日日新聞記者、後に作家から、特攻によって日本はアメリカに勝てるのですか、と質問された大西は、勝てないまでも負けないということだ。いくら物量のあるアメリカでも日本国民を根絶してしまうことはできない。勝敗は最後にある。99回敗れても最後に1勝すればそれが勝ちだ。攻めあぐめばアメリカもここらで日本と和平しようと考えてくる。戦争はドローンゲームとなる。これに持ち込めば取りも直さず日本の勝ち、勝利とは言えないまでも負けにはならない。国民全部が特攻精神を発揮すれば、たとえ負けたとしても日本は滅びない。そういうことだよ、と答えている。後藤元春から特攻を続ける理由を聞かれた大西は、会津藩が敗れた時、白虎隊が出たではないか。一つの藩の最後もそうだ。今や日本が滅びるかどうかとの瀬戸際に来ている。この戦争は勝てぬかもしれぬ。ここで青年が立たなければ日本は滅びますよ。しかし、青年たちが国難に準じていかに戦ったかという歴史を記憶する限り、日本と日本人は滅びないのですよ、
と答えた。吉岡忠和は、もうそれしか方法はなかったと思う。大西は勝っても自刃しただろう、と話した。吉松正弘は、大西が第一航空艦隊長官についた人選は、場合によっては特攻もやむを得ないとする中央が、航空関係者から人望のある大西を適任と考えたものだろうと話している。源田稔は、大西の立場に立たされれば、山本五十六も山口多門も同じことをやったろうし、彼ら自身が特攻機に乗って出撃しただろう。それが海軍軍人である、と話している。門司近則は、若ければ大西も隊長として真っ先に特攻へ行っただろう。大西は彼らだけを死なせるつもりがないと感じられ、別世界だった、と語った。